はい。えー、三沢隆のの、なるほど、株大学、本日も始めていきます。今、撮影しているのがですね、えっ、ー、と、9月の7日ですね、9月の7日、6時35分、えー、夕方の時間帯ね、夕方か夜の時間帯にかけて撮影をしております。このチャンネルはですね、株式投資で勝率を上げていく考え方やチャートに読みく方をお伝えするテクニカル専門のチャンネルとなっております。本毎日、ええ日経平均の解説や銘柄解説をぜひ、ええー、と、しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。で、僕のやり方っていうのは1日10分の投資法となっております。まあ、そのあたりですね、詳しく、ええー、と、説明している計4回の講座がございますので、ぜひそれ 見ていただければと思いますということでですね、じゃあ本日もまた見ていきましょう。えっ、ー、と、だいぶ、えー、と日経平均強い感じで、えっ、ー、とまあ、すごいね、えー、と1、2、3、4、5、6、6日連続陽線みたいな感じで、で、今ちょっと、えっ、ー、とですね、上ヒゲを引いて、 ええー、と、ま、微妙な要線というような形になっています。でですね、ま、今までの解説をちょっとおさらいすると、ま、三角持ち合いみたいな状況でしたよと、ま、こんな感じですね。ま、すごい適当にいきます。こんな感じで上昇していきました。ま、かか、この辺のね、動画、前回出したと思うんですけど、かなり上がりやすい状況ですよ、みたいな感じで、ま、上がってくれましたと。で、じゃあ、この後どうなっていくかっていうのを、ま、今日はちょっと予想してみようかなと思うんですけど、一応セオリー的にはです。え前回高値。ま、ちょっと線を引いていきましょうか。いくつかあるので、どこで抵抗するかわからないですけど、まず一番高い こ,この辺。 で、そのあたり、えっ、ー、と、その次はこの辺かなざっくりとこの辺というですね。まあ、ああのー、高値県がまあ、ま、二2パターンぐらいあるよと。まあ、あなので、今結構高値県に近づきつつあるパターンっていうようなところですね。で、えっ、ー、と、こういうパターンで、えっ、ー、と、一応セオリーからするとですね、セオリーからすると、えっ、ー、と、これもいつか必ずこうなるよっていう形なんですけれども、今これ5日線が、えっ、ー、と、今こう、み、緑、緑ですね。こう、5日線がこうなっていて、で、その後に20日線がこうなってるじゃないですか。で、 ここが、要は、帰りがある場合ですね。帰りがある場合っていうのは、絶対にこれ収縮するんですよ。いつか。ま、こんなも、もし、どんなチャートでも絶対そうなってるので、まあ、いつか、いつかは必ずこういう風な感じですよね。まあ、これが、えっ、ー、と、こうなるかもしれないし、こうなるかもしれないし、わかんないですけど、必ず近づいてくると。なので、一気に離れたものに関してはいつか近づくよっていうことが、これで、まあ、まあ、絶対なんですよ。これはもう、そうなるので。 じゃあ、どうなりやすいかっていうので、じゃあ、これこそ今、あのー、今までのチャートってどうだったかっていうのを、から、まあ、見てみようと思うんですけど、一気に上がったチャートですね。一気に上がって、まあちょっと今日は、あの、上髭陽線なので、上髭を引いてるものってどうなるのかっていうのをちょっと見ていこうと思います。えー、ちょっと前の、例えば日経平均だと、えー、と、例えばここ、えっ、ー、と、2020年11月ってこうですね、まあ一気に上がってるわけですよ。<laughs> まあ一気に上昇して、えー、まあこれの場合、上髭汚染って、 って言われるもってあんまないと思うんですけど、例えばこれもう、1、2、3、4、5、6、6日目に陰線が出て、で、さらに、陽線、陽線。で、上髭で、えっ、ー、と、まあ、下落した陰線みたいな、まあ、こういうような形になってますよね。で、えー、こっから、うんと、まあ、このパターンだと、えー、一旦これ調整ですね。この辺、えー、調整が入ってから、上がり続けるパターン。まあ、こういうパターンもあるよと。で、そこから、20日線に近づいていくパターンですね。 まあ、まだまだ、あの、一旦調整は入るけど、まだやっぱ買いが強かったパターン。なので、えっと、今後の相場も、えっと、このパターンの、も可能性としてあるよねってことですね。なので、ここから上昇して、ちょっと揉んで、さらに上行って、20日線に近づいていくパターン。この辺で20日線に近づいていくパターンっていうのが、まだ一つ。その前の上昇だと、この辺ですね。えっと、これは2020年の、えっと、5月ぐらい。まあ、これも一気にここ上昇していったわけです。で、これ上昇していって、 で、まあこれ上冷えってわけじゃないですけど、まあこの辺とかね、あのー、まあ、あう一旦、えー、打ち止まったところ、まあ打ち止まりましたね、打ち止まってから、えー、こうやって水平線が引けたところで、一気にまた、20日線の方に近づいてきて、 っていうような形。まあ、これはもうここから上昇はしなかったんですけれども、まあ、どっちかの形になっていくんじゃないかなとは思います。まあ、なので、えー、多分明日、陰線とか、まあ、下落スタートにはなっていくとは思うんですけれども、まあ、なので、えっと、こっから、うん、明日、こうなっていくことが予想される。これ、ま多分陰線。わか,かんないですけど、多分陰線ですね。あのー、 今あの、まあ、た、多分です。多分これ下落からスタートしていくと思うんで、調整で。まあ、これ上がっちゃったら、ま、この前回高値をちょっとね、意識すればいいんですけれども、ま、さすがに今から買いを入れていくっていうよりも、ちょっと調整が入るかな、というふうに見ていった方がいいかなと。で、こっから、えっ、ー、と、ポイントとしては、 まあ多分こんな感じで5日線も伸びてくるので、5日線が右上の状況っていうのはまだ回で、あの、まあちょっとこれ調整入っても回でいいかなと思うんですけれども、もし5日線が、えー、と横向きとかこういうふうに右下を向いてきた時っていうのは、一旦20日線の方にこうやって近づいていったりとか、まあ横向きに近づいていくってことが考えられるので、 うんとまあまあ注目してるのは5日線の向きですかね。多分今週じゃ、今週というか今週じゃなくて来週再来週の話になってくると思うんですけど、それまでは回相場で見ていっていいんじゃないかなってところです。なので、結論から言うと、えー、前回高値に近づいてきて、なおかつえっと上髭を引いている要戦なので、一旦調整が入るということで、明日は下落からスタートするんじゃないかなっていうところですね。で で仮に上がってしまっても、前回高値、要はの3万円ちょっと超えたらへんのところに、まあ、高値、あの、前回、あれ、前回高値があるので、まあ、この辺でちょっと揉むんじゃないのかなっていうところですね。で、現に今日は、えっと、3万円、ちょうど3万円のところですね。ちょっと今、これ数字のところ、ちょっと分かりづらいと思うんですけども、えっ、ー、と、ここがちょうど霧のいい数字、えっ、ー、と、要は3万円のところで、ちょっと弾かれてるんですよ。で、3万円で弾かれてるということは何が言われるかっていうと、えっ、ー、と、人間の心理、なぜか知んないですけど、あの、何ですかね。 霧のいい数字っていうのはすごい意識されやすいです。で、意識されやすいっていうことは、まあ、イメージこう、なんていうんですかね。まあ、こんな感じで壁があって、こう、月、破れなかったっていう形になるので、やっぱ3万円ちょっと重い可能性があるよっていうような感じですね。なので、えっ、ー、と、僕、僕的な予想なんですけど、明日陰線出て、次の日ですよね。次の日これ超えていくんだったら買いでもいいかなと思います。次の日。なので、えっ、ー、と、まあ、次の日か、次の次の日。とにかく3万円を超えたら買い。 そうじゃない場合は、ステイまたは5日線右下向いたら、売りっていう風になっていくと、まあ当分はいいんじゃないのかなと思うんですけどね。まあ日経平均の方向性から、まあ個別銘柄、売買していくっていうのはやっぱすごい重要なので、まあ個別銘柄は、まあ日経平均から読み解いていく個別銘柄っていうのはそういう風に見ていくと、すごいいいのではないかなという風に思います。 はい。ということでですね、まあ、本日はちょっと日経平均の考察ということでですね、まあ考察するときっていうのは基本的に、あの、まあもちろんチャートから見ていくっていうのもそうなんですけど、過去どうなってたかっていうのを必ず見ると。これですね、まあ今度はあの、また動画にしようかなというふうに思うんですけれども、どういうふうにして、そのチャートを、まあチャートを読んでいくかっていうので、もちろん外れてしまうことってあるんですけれども、まあ確率統計の上、今までどうだったかっていうのをまあ必ず見ると。で、それ通りに、まあなるかもしれないし、なんないかもしれないですけど、なりやすいよっていうふうに、あの、思っていただければすごいいいんじゃないかなというふうに思います。ということで 本日はですね、日経平均の解説なんで、えっ、ー、と、今週どうなっていきやすいかっていうちょっと予想をさせていただきました。まあ、チャートの見方からの予想なので、ぜひ参考にしてみていただければと思います。ということで、本日の動画はこうやって以上になります。えっ、ー、と、良かったなと思っ、ま、たらチャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。また、あの、コメントでまた返していこうかなと思いますので、何か質問とかありましたらですね、ぜひ、あの、コメントをしていただければすごい嬉しいです。ということで、えっ、ー、と、ありがとうございました。 最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録もお願いします。LINE アット、ツイッター、Instagram のフォローもお願いします。それではまたお会いしましょう。